りました。おおおおおおきた、おお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 お終わらないよ。いつでも帰ってもいいけど。ビビってるわけねえだろこの野郎、逃げるわけもねえだろこの野郎。おい清宮、試合したいんだったらよ、岡田さん試合してください、よろしくお願いしますだろこの野郎。東京ドームやってやるよこの野郎。おお、たださ、お前には興味ねえんだよ。俺がムカつくのはさ、ノアファンがうるせえんだよ。ビビるな、逃げんじゃねえ、猪木さんがどう言ってるよとか面白くねえね。いいね、もっとちょうだいよ。なんだよ、聞こえねえな。お前らのな、悪ってのはな、俺らの中で正義なんだよ。どん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 、なんとでも好きに言ってください。お前らに絶望を味わしてやるからな。井上さん口アングリーですね今。これが発表ですね。岡田和親清宮戦を了承。はい、 2.21 東京ドーム、岡田和親対清宮海斗正式決定ですね。あ、いよいよまたこの2人の時が動き出したという予想ですね。そしてこのノアファンの大ブーイングですよ。声聞こえましたね今、岡田和親リング上レインメーカーポーズの岡田和親とは対照的な清宮海斗の姿があります。まだ倒れ込んでいます。武藤選手、どう映りましたか。いや俺も驚いてるよ。ただね、ベルト防衛したからね、はい、多分当日ノンタイトル戦になると思うけど、チャンピオン対チャンピオンだからね、決定。いやいや、ベルトは確かに再び清宮のもとにはやってまいりました。ですが食らわされた斉藤選手、はい、今屈辱そのものですね。そうですね、てっきりあの内藤選手が来てたので、はい、いい試合だったからあれだよっていう刺激を伝えるのかなと思ったら、本人が来ましたね。そうですね、びっくりです。今日のプロレスリングのは大阪の陣は大変です。ちょっとこれ閉まらねえんじゃない、閉まらない。秋と閉めてこいよ、まあそれこそまた武藤さんがリングインしなければぐらいの、ある意味修羅場に井上さん、はい、何か鳴り果てたようなエリオアリーナ。ただ岡田和親選手の返答のレインメーカーを食らったわけですからね、これを東京ドームで食らったらね、はい、ノアにとって本当に絶望がやってくるわけですから、清宮海斗にね任せるしかないですよね。そうですね、その武藤さんの最後の大舞台であれだけは食らって、こうして倒れたままではいられない。武藤敬司入場。大選手のボールキャッチでフライボディアタック。 IWGP チャンピオンの武藤だ。ゴールすることに決めました。橋本、長野というこのトーポン三重師、橋本も三沢社長も引退試合してない
長野だってまだ引退してないし、ある意味背負ってできたらなぁなんと。内藤選手はまだ2人いますよ。内藤、熱い試合をやろうぜ。まあ俺の青春そのものですね。これはまさにベース D の運命だなと思いました。俺との引退試合あたりを見て、内藤に憧れた選手が生まれてきたらいいなぁなんて思ったよね。一つになるっていうのはやっぱ武藤さんの存在があるからこそだと思うんで、より多くの人に影響を与えるレスラーになりたい。